ミカエル・ランドロー。ミカエル・バンサン・アンドレ・マリー・ランドロー。マッケイル・バンサン・アンドレ。マリエ・ランドロー。1979年5月14日帯は、フランスペイドラ・ロワール地域圏、ロワール,イコールアトランテック圏、マシュクール出身の元サッカー選手。元フランス代表。現役時代のポジションは GK。同じく GK だった兄に憧れて、サッカーを始め、15歳の時に、 FC 南んの下部組織に入団した。1996年10月2日の SC バスティア戦でトップチームデビューを果たした。聖 GK のドミニク・カザグランドが不勝離脱し、第二 g k のエリック・ルスアールヌも精神面に問題を抱えていたために急遽訪れたチャンスだった。17歳74日でのデビューはリーグアンの GK としては史上最年少であり、この試合では ルボミール・モラフ地区の PK を止めるなど活躍を見せた。カザグランドの復帰後もレギュラーの座を明け渡さず、1996から97シーズンは32戦連続無敗で3位という、好成績を残した。20歳の時に、なんとのキャプテンに就任し、1999から2000シーズンと2000から01シーズンにはクープル、フランス連覇を果たした。 2000から01シーズンのリーグ戦では、オリンピックリオンなどを抑え、6シーズンぶりのリーグ優勝を果たした。2003から04シーズンのクープ・ド・フランス決勝のパリ・サンジェルマン FC 戦では、幾度ものセーブを見せ、PK 戦では7人中3人のシュートを止めたが、味方の7人中4人が PK を外して、準優勝という結果となった。と,との契約は2006年で満了し、 6月15日にフリートランスファーでパリ・サンジェルマン FC と4年契約を結んだ。PSG では不動のレギュラーとして活躍し、リーグ戦は3シーズンで114試合に出場。欠場は例であった。かつて代表でレギュラー争いをしたグレゴリー・クーペがアトレティコ・マドリードから加入したため、2009年6月29日に3年契約で、 ラスックリールメトロポールへ移籍した。しかし、移籍が発表された5日後の7月4日の練習中に着地を誤って右膝じ帯を負傷し全治6ヶ月と診断された。その影響で2009から10シーズン序盤はリュドビク・ビュテルにポジションを譲った10月31日のグルノーブルフット38戦で予定よりも3ヶ月早く復帰した。その後、 チームは尻上がりに調子を上げて、最終的に4位に滑り込み UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。2011年2月13日のトゥールーズ F c 戦にフル出場して、史上18人目となるリーグアンツ通算500試合出場を達成した。2010から11シーズンはリーグ戦全38試合にフル出場し、安定した守りで、 チームの57年ぶりのリーグ優勝に貢献した。2012年12月7日、リールとの契約を解除し、退団。12月23日に SC バスティアとの契約が発表された。2013年12月4日、AC アジャクシオ戦において、リーグ1603試合目の出場を果たし、リーグアン歴代最多出場記録を更新。2014年5月、 シーズン限りでの現役引退を表明した。U-15 世代で初めて世代別フランス代表に招集された。U-21 フランス代表ではキャプテンも務め、1997年の FIFA ワールドユース選手権に出場した。2001年には代表キャップゼロながら FIFA コンフェデレーションズカップのメンバー入りを果たし、 この大会のメキシコ戦でデビューを果たした。しかし翌年開催された 2002FIFA ワールドカップには召集されなかった。その後、ファビアン・バルテズ、グレゴリー・クーペに次ぐ第1位系としての地位を確立し UEFA エロ 2004-2006FIFA ワールドカップには共にメンバー入りするも出場機会はなかった。ワールドカップ終了後にバルテズが 現役引退し、代わって、政治 EK になったクーペが負傷により長期脱したため、UEFA e ロ2008予選途中からは、政治 e を任された。しかし、レーモンドメネク監督から信頼を得ることはできず、クーペの復帰後は再び控えに戻っている。さらにクラブでは不調に陥り、スティーブ・マンダンだとセバスティアン・フレイに押し出される形で、UEFA e ロ2008本戦のメンバーから、 落選した。その後はマンダンダの他にウーゴロリスとセドリック・カラスソが対等しこの3人の前に代表入りを果たせずにいたが2012年9月8日に約4年ぶりの代表復帰を果たした。反応スピードや判断力、ポジショニングなどゴールキーパーに必要な素質をバランスよく備えている。足元の技術に自信があり。 積極的にゴールマウスから飛び出すプレーも特徴である。PK ストッパーとして知られ、デビューから2010から11シーズン途中までの約15年間でフランス最多となる公式戦、通算37本の PK を止めている PK 戦を含む、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。